2001年12月22日午前1時10分、海上保安庁は防衛庁から奄美大島からおよそ 230km の九州南西海域で一隻の不審な船舶が航行中との情報を入手しました。この情報を受け、海上保安庁では巡視船航空機を緊急出動、特殊警備隊にも出動を指示し、不審船を捕捉すべく対応を開始しました。出動を命令した巡視船の中には、能登半島沖不審船事案の教訓を踏まえ、不審船対応用に新たに建造された高速特殊警備船3隻も含まれていましたが、現場海域までの距離と日本海側の警備が手薄になるなどの理由から対応はしていませんでした。長崎港を出港しておよそ11時間後の正午過ぎ、巡視船いなさが現場海域に到着しました。工作船に追いつくまでに時間を要した理由は、工作船までの距離と工作船が日本から離れる形で航行していたこと、さらには大しけのため高速を誇るいなさでさえ時速およそ 55km しか出せなかったことなどが挙げられます。そしてこの状況は追従する霧島、水木、奄美に関しても同様でした。現場海域に到着した稲佐は工作船の追尾を開始、その結果工作船には潮量3705という船名表示があることや、100トンぐらいの漁船タイプであること、煙突があっても煙が出ていない、また赤外線監視装置によっても熱源を感知できないこと、そして船尾には観音開きの扉状のものが確認できるなど、不審な船舶の状況が巡視船航空機から次々と確認できたのです。停船命令を発するタイミングには2つの要素があります。1つは工作船の捕捉体制が整ってから行う必要があるということ。過去の例からも工作船は高速航行性能を有し、いつ高速で逃走を始めるかわからないので、捕捉できる体制が整ってから停船命令を発することになります。2つ目は日本の EEZ 内にいるうちに停船命令を発する必要があるということです。国際法上、外国漁船等外国船舶に対しては日本の管轄権のある水域内で停船命令を発しなければ追跡権がなくなります。したがって今回の工作船の場合は日本の EEZ と中国の EEZ の中間線に近い海域を中国に向かって航行していたので、中間線を越える前に停船命令を発し、継続して追跡し捕捉できるよう措置しておく必要がありました。今回の事件においては日本の EEZ に工作船がいる間に停船命令を行う必要があり、一つ目の捕捉体制が整っていませんでしたが、現場に到着した稲佐と航空機により停船命令を行うことになったのです。停船命令を発すると工作船はそれを無視してジグザグに航行するなど逃走を続け、稲佐へ接触してくるという場面もありました。さらに光や音で威嚇する警告弾も投擲しましたが、
全く効果がないことから威嚇射撃を実施することにしました。威嚇射撃にあたっては停戦命令と同様の手段により、停戦しなければ射撃するとの射撃警告を実施。それでも工作船は停戦せず逃走を続けたため、午後2時36分、稲佐から RFS20 ミリ機関砲により上空、続いて海面へと威嚇射撃を実施しました。上空および海面への威嚇射撃によっても工作船が停戦をしなかったことから、午後4時過ぎ、威嚇のための船体射撃を決断。これはより強く停戦を促すことを目的として船体を射撃するものですが、人に危害を与えてはなりません。午後4時16分、工作船側に射撃位置を伝えた後、稲佐より工作船船尾部に向け RFS20 ミリ機関砲で船体射撃を実施しました。何度目かの威嚇射撃を受けた工作船は戦況前の後半から出火。さらにこの逃走中、工作船乗組員は海面へ何者かを投げ捨てていました。それはこの事件を解く重要な鍵であったと考えられます。工作船は戦況への延焼を避けるため、火元が風下になるよう更新を開始。火災は乗組員らの冷静な消火活動で30分足らずで消し止められました。鎮火後また逃走を始めた工作船でしたが、引き続き行った威嚇射撃により停戦しました。工作船の逃走方向数キロ先の大漁船団、この中に工作船を入れずに一刻も早く確保するために行ったのが強撃。これは霧島と稲佐2隻の巡視船で工作船を挟む形で、巡視船が工作船に接舷し逃走できないようにする方法で、海上保安庁では訓練も行い実戦経験もありました。大しけの海で工作船に接舷することは反撃を受ける恐れに加え、操船上も大きな危険が伴います。まず霧島が接舷に成功しました。しかし大しけの中、接舷を維持することは難しく離舷。この時工作船の甲板上では乗組員が万歳をしたそうです。しかしこのままではいつ高速で逃走を始めるか分かりません。次にロープを工作船に絡め逃走を阻止する方法も実施しました。しかしこの作業中、工作船は急に高速で走り出したのです。逃走中の工作船の乗組員は実に落ち着いており、甲板上に出て中国国旗のような旗を振りかざし中国船であることを示そうとしたり、巡視船が近距離で接近した際には追い払うような素振りを見せていました。午後10時、夜も更け、雨風は相変わらず強く、暗闇はどこまでも続き、逃走する側には最適の条件が揃っています。そして工作船の進路方向には中国の漁船団らしき大きな塊がレーダーでも確認されています。
この中に逃げ込まれる前に、この停戦状態を確保するためにもう一度強行節減を試みることにしました。今回は霧島と1回目よりも大型の巡視船奄美で節減を試みました。2隻の巡視船が工作船へ接近。奄美の船体が同船に接触したまさにその瞬間、工作船の船橋内にいた男が合図のような仕草を見せると同時に、巡視船に対して自動小銃による攻撃をしてきました。また事件後のビデオ解析でロケットランチャーの発射も確認されました。工作船からの攻撃を受け、奄美の乗組員が小銃を一発発射。正確な時間は分かりませんが、この攻撃はおよそ1分前後続いたとみられます。さらに奄美が攻撃を受けた状況は、奄美の最小要員である乗組員が撮影したもので、自船が攻撃を受けているにもかかわらず、映像のズーム操作を行ったり、テープ交換が必要な場面ではテープを交換すると言っている言葉まで記録され、その冷静沈着な採証活動は高く評価されました。奄美には取り組みしてください。はい。工作船からの攻撃に対して奄美稲佐が直ちに正当防衛射撃を実施しました。その後3分としないうちに、工作船は自爆と思われる爆発を起こし急激に沈没。この爆発による沈没は、航空機から撮影したビデオが捉えていたこと、そして自爆であることも事件後の捜査で明らかになりました。沈没直後、直ちに2隻の巡視船から救命俯瞰6個を投げ入れましたが、過去の韓国での事案で見るように蛍光武器で攻撃される恐れもあったことから、救助活動は安全を確保しつつ慎重に行われました。しかしながら、当時は夜間、降雨、強風という悪条件も重なり、結果として一人も救助はできませんでしたが、現場の巡視船は最大限の救助の努力を尽くしました。工作船から攻撃を受けた巡視船は奄美、霧島、稲佐で、その中でも被害の大きかったのは奄美でした。被害の状況は、船体、船橋などに100発を超える銃弾を受け、船橋の窓ガラス7枚が蜘蛛の巣状になり、船橋内のレーダー、GPS などの搭載機器が破壊されていました。また霧島には44発、稲佐には21発の弾痕が確認されました。工作船の沈没直後から同船乗組員の救助、また事実解明に必要となる物件の回収のため、大規模な捜索が開始されました。工作船と直接対峙した巡視船をはじめ、順次到着した巡視船も捜索活動に投入。2002年1月7日までの17日間だけで、巡視船延べ197隻、航空機は自衛隊機32機を含む延べ197機、捜索海域も極めて広範囲に及び、その面積は延べ25万5500平方キロメートル、九州のおよそ 6.1 倍にも及びました。さらにその後も投入勢力、捜索海域の見直しを適宜行い、押収された物件はおよそ500点にも及びました。